演習11番挟み撃ちの定理です。挟み撃ちの定理は、収束する2つの数列 AN BN があったときに、その極限が一致する、一致してしかも A であるとしましょう。でもう1個、3つ目の第3の数列 CN があって、それがどの番号 N に、任意の番号 N について AN と BN の間にあると。まあ、従って、まあ AN と BN も、元の AN と BN もこう代償関係があるわけですけど、まあ、ともかく AN と BN の間に CN が入っているという時には、その時はこれが仮定です。で、結論は CN は収束して、かつ極限は A である。これはその AN と BN がどっちも A に収束するということを使って、まあ、その間に入っている CN というのも当然収束して A に収束するだろうということは、まあ、想像はつくんですが、まあ、そのことをきっちり証明してみましょうというような話です。さて、まずそれでは極限の式をイプシロン N 論法で書いてみますと、まあ、任意のイプシロンに、正のイプシロンについてある番号 N があって、その番号より大きい N に関しては、どっちからいくのかな、 AN-A はイプシロン、それから BN-B はイプシロン未満、まあ、こういうふうに作ることができます。で、これはですね、まあ、それぞれが、A に収束していますので、まあ、本当を言うと、AN-A がイプシロンになるためのこのラージ N と BN-B がイプシロン未満になるためのラージ N は異なるかもしれないんです。まあ、普通は異なると思うんですけど、でその2つの、値のうち大きい方ですね、改めてラージ N と置けばですね、両方の不等号が成り立つように命題が、論理式が組み立てられるということになります。なので、まあ、これで、まあ、よろしいとそうですね。さて、この式から、AN-BN はであると書いてあるので、あ、ごめんなさい、間違えました。これは A ですね、 A ですね。ちょっと弾みで B と書いてしまいましたが A ですね。そうすると、A と AN はあんまり離れてない、 A と BN もあんまり離れてないということは、 AN と BN もあんまり離れてないのはあんまり離れてないというぐらいですね。これは、まあ、三角不等式というやつを、使うわけですが、どうするかということですが、これどうしましょうね。ちょっとこっちでやり直しますかね。大丈夫かな。このくらい取っておけばいいかな。三角不等式というのはもともと、x プラス y というのと x と y と、でこれとこれを比較するわけですが、こういう場合は、こうですね。こっちの方は符号が打ち消すかもしれないので小さくなる可能性があるんですが、こっちは正のものを2つ足してますんで、こっちの方が絶対大きいわけですね。で、まあ、こういう感じで、2つこうイプシロンが分かっている時に、まあ、それをこううまく組み合わせてこれを導きましょうと、いうことなんですが、どうですかね。これは、まあ、これを足す A 引く A をしまして、AN 引く A 足す A 引く BN ですね。こうしましょう。ただ引く A 足す A しただけですから、これイコールですね。でここを X と思って、ここを Y と思って、この式を書くと、これは不等号の AN 引く A と、から BN 引く A と、まあ、これ引く、まあ、符号変わったように見えますけど、まあ、これ絶対値取ってますから同じことですから、ですね。でこれは、まあ、これじゃあこれをまず書きましょうね。これは、
an 引く a 足す bn 引く b と。ね。で、これは、イプシロン未満で、こっちも、また間違えました。これ、a ですね。これ、こっちもイプシロン未満ですから、まあ、これは合わせて2倍のイプシロン未満であるということが言えます。はい、いいですね。そうすると、次は11の3行きましょう。an と bn の間に cn が入っているという仮定がありますから、これは位置関係を見ればですね、まあ、an と bn の間に cn が入っていると。ということは、まあ、ここからここまでが、これですね。an-bn の絶対値。から、ここからここまでが、cn-an の絶対値と書いてありますから、これはこっちの方が小さいに決まってますから、間に入ってますから、これは、an-bn の方が、当然、小さい、ここはイコールが入ってるかもしれませんので、ちょっとこれまずいですね。結論だけ書きゃいいんですが、これも、2倍のイプシロンよりは当然小さくなります。まあ、こう間に、まあ、もし挟むとするならばこっちは統合がつきますね。an-bn よりも小さくて、でこれは 2倍のイプシロン、未満ですから、こう成り立ちます。だからこれ狭いですからね、やっぱりこっちを聞かれてるということですね。はい、それで上の式、この式と11の2、これを合わせ、もう一回合わせると、11の2を合わせるのかな、合わせるのかな。そうすると、またこれは同じような、もう一回同じような計算ですけど、まあ、これ3イプシロンと書いてあるんで、同じような計算で、cn-an というのと、an-a と、ね、こういうのを合わせた。これとこれ合わせ、まあ、これが消えて、まあ、こう消えやしないですね。 この、これに、マイナス n プラス n を加えた形から、三角不等式でバラバラと分けますと、こっちは不等号になって、でこれが2倍のイプシロンで、これがイプシロンですから合わせて3倍のイプシロンですね。いいですね。そうすると、今、言えたのは、2のイプシロンに対してこうある n があってこうなんですが、まあ、ちょっとこう置き直しておきますと、まあ、こう書いても同じことなので、こう 2の、イプシロンダッシュに対して、まあ、イプシロンを3分のイプシロンダッシュと置くとか、まあ、なんか工夫してください。まあ、こう置くと、ある n が存在して、n よりも n が大きいならば、これです。cn-a は、イプシロンダッシュ以下であるということが言えました。で、ここだけを見るとですね、これは、これは、リミットの定義式になっていますので、CN は収束して、その極限は A であるということを示しています。ということで、挟み撃ちの定理が証明できました。